逃げろ。お前だってヤバいじゃねえか。スメちゃん、お前は死ぬんだろ。こっちはこっちで人を助けろ。おい、バカ、俺によこせ。お前も来られるぞ。やめろ。両面宿儺の指、特級呪物だぞ。万が一光を生で感じるに限るな。特級呪物が受肉しやがった。女も子供も宇治のように湧いている。素晴らしい。人の体で何してんだよ。抑え込まれる。動くな。お前はもう人間じゃない。払う。呪術規定に基づき、虎杖悠仁。いや、なんともねえって。それより俺も伏黒もボロボロじゃん。早く病院行こうぜ。五条先生、どうしてここに。いや、来る気なかったんだけどさ、観光がてら馳せ参じたってわけで。見つかった。ごめん、それ俺食べちゃった。マジマジ。本当だ、混じってるよ。ウケる。君が食った呪いだよ。おう、じゃ10秒だ。10秒経ったら戻っておいで。大丈夫、僕最強だから。僕が帰りの新幹線で食べるんだ。お土産とは。そんでね、中の生クリームが絶品なのよ。生徒の前なんでね。呪術師はそろそろかな。この虎杖とかいう構造。お、大丈夫だった。彼には器の可能性がある。任せなさい。君、死刑ね。今すぐじゃねえってことか。これは君が食べた呪物と同じものだ。全部で20本。うちではそのうちの6本を保有してる。見ての通り、これは壊せない。君が死ねば中の呪いも死ぬ。どうせ殺すなら、すべての宿儺を取り込ませてから殺せばいい。今すぐ死ぬか、すべての宿儺を見つけ出し取り込んでから死ぬか。